にちは。こんにちは。まず、説明する前に、配ります。ああ、まず、販売しましょう。1日かけて一日準備した作品をグリードに並べました。お、こんにちは。今日から始まりました、エンド ×VS VS×VD、イマジナリーポイントインナラ、インナラのグリードからお伝えしてます。まず紹介、自己紹介、簡単な自己紹介やりますかね。自己紹介、はい。はい、東京でフライヤーを中心に絵を描いてる、円だって、円とともに、よろしくお願いします。END って書いて、まあみんな円だ、円だとか円とか言います。まあ、基本は円と。基本は円と。ブラフマンの T シャツとかグラフィックを全般にで、2人が一緒にやるきっかけっていうのは円田くんブラフマンを、そうですね、2010年にブラフマンのツアーのフライヤーを書くきっかけになって、それから一緒にその時に面識を、はい、あっていたので、はい、それでずっとお互いに書いていたりして、話の中で個展をやれたらいいねっていう話で、まず東京で、先週、1週間東京で、中野で個展をやりまして、でそのままその作品を全部奈良に行ってっていう話。全部来ましたね。はい、結構、今はこの後ろとあるんですけど、まあ、全体今映せないですけど、入り口と、もう入り口はすごいですね。あと、こちらと、はい、で、物販で、そのブラフマンがツアーでやってるトークライブ大発生の募金箱も設置してます。PHS のちょっと焦点が多分合わないんですけど、トークライブ大作戦募金設置してます。被災地にライブハウスをぶっ立てるっていうことで、そういう形で、まずしたらどうですか、開催されますか、今回の個展についてまず感想を、奈良のグリードでやるっていう、まあ、感想というかね、意気込みっていうか、一応東京で今回初めてお互いの今までの作品を、まあ、東京の関東の人に見せたいということでやったんですけど、一応期間が1週間しかなかったんで、関西、東海、近畿地方、九州、北海道とか、まあ、そういった人たちが来る場所といいますか、まあ、関西地方で、まあ、同じように見せたいなと。だから関西は、東北の人も来てほしいし、ね、ね、関西の人は当たり前です、うん、近県の東海 も来れる人はそのために長い期間4月末まで来てます。1ヶ月経ってます。でこの先に言うと、この後がこの後が一応東北は東北じゃなくて国立の金沢の金沢で、また5月とかからちょっと予定をして、はい、という感じでやります。どういうスケジュールか、ちょっと前質問急に現実に起こったので、すごい真面目な質問だったよ。真面目な、そもそも
アートワークを見るのきっかけはっていうとこが入ってるんですけど、これ答えられる人答えられる人先生、答えられる人アートワークを始めたきっかけ、はい、ちゃんと仕事としてこういう感じで始めたのは、そうですね、
トップ。全部映せないです。まあ映ってもいいですけど、まあちょっと映ってない。よってもピントもしかしたら合わないかもしれない。これですね。これが、2005年ですか。そうですね。のブラハの T シャツ。カウントダウンジャパンかなんかで、あ、カウントダウンジャパンですね。その時に作ってるんですね。これはなんかずっと作ってる時出来上がってるから、子供もなぜかずっとお気に入り。あ、お気に入りってことですね。子供に何かエピソードがあったわけじゃないですか。あ、自分でも違う、こう、飾ってあったやつの時間なんですかね、なんなんですかね、もうほんまに気に入ってるってことですね。気に入ってる、そうですね。で、これをやってから、まあ、これも前後なんですけど、これやってからはコラージュのものが増えた。ああ、これがスタイルの、ちょっと変換器みたいな、ここも大事ですね、な感じだと思います。だからど真ん中にこう、結構ど真ん中にあるかもしれないですね。そうです、自然と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 なります。では白、結構黒背景多いのが白でやっぱりグラフィックがこう全面に出てくるっていうね。円楽君、僕はこうさっき話してたあのナムのワンマンのフライヤーがスタートのやつですね、はい、スタートフロムエンドのやつと。これはもともとはあのニューヨークハードコアのレジェンド、はい、あのアグノスティックフロントの、フライヤーが元になっています。はいはい、これがここになるな。でかですね、はい。ファーストのやつですね。ファーストデビュー作品。はい、了解です。じゃあちょっと戻りましょうか。っていう中で急にあの質問変わりましたね。質問チェンジしたね。グイの部屋 AKA 平山のまんま始まやってます、もっとね、やっぱりみんながあの興味あると思う。例えば趣味はみたいなところで聞いとくみたいなっていうのは、趣味とか、あ、じゃあ趣味、はい、趣味、最近ラジコンやってますよね。ラジコン古典最中ラジコンめちゃめちゃやってます。なるほど、なるほど。趣味で言うと趣味マイブームではないですか。マイブームですね、可能性もちょっと風邪を回せられない。あ、もう趣味が趣味、なるほど。ヘリのラジコンたまらない。ヘリのラジコンたまらない。結構でも昨日見てもらったんですけど、結構シビアに動きますもんね。もう壊れてますね。壊れちゃいます。もう今飛べるとこ見てれません。壊れました。ドンキョーテ3000ぐらいで売ってるんですけど、結構良くて、ぜひドンキョーテチェックしてください。ヘリラジを舐めるな。ヘリラジを舐めるなと。それが趣味ということですね。で、ここの質問を鎖国趣味失敗ありすぎてあと、まあすごいざっくり、僕これ今バッて質問考えてもらって読んでるんですけどもうだんだん嫌になってきて、次音楽についてなどって書いてる音楽についてなど短いじゃない。音楽についてなどなんかあるかね。音楽についてなど、まあ、例えばやっぱりこのブラフマン、結構やっぱブラフマン聞くんですか。やっぱ自分がドライブとかするときから。あれですね、ツアーグッズを作らなきゃいけないんですよ、もう仕事じゃないですか。なんで例えば新しいアルバムの音源で、このツアーに出てきたら集中的に聞きます。それでイマジネーション聞きながら膨らむ。一緒ですか。あのそのバンドの T シャツをあのお願いされて書くときは、大体そのバンドの過去 の作品を YouTube とか iTunes で聞きまくって想像膨らましていく。
音楽についてなど質問クリアしましたね。でもやっぱり共通点やっぱあるんですね。そうですね。例えば普段聴く音楽とかはどうですか？偏ったりとかは？ヘビーメタルですね。おじおとこの帽子にいた。メタル。クラッシュメタル。クラッシュメタル。実はね、あの昨日、ね、佐藤さんに僕と同い年なんですけど、昭和50年、年代、51年ですけど、僕も同じ学年で、という一番びっくりした。お互いに年上だ。だから結構その時流行ってましたもんね、流行ってたから。ノーキーで話したりということで。遠藤君はどうしたの？僕も基本的には90年代のハードコアのアメリカとかのハードコアのバンドのこと多いんですけど、でもメロコアとか結構最近聞いてて、ノーリューズとか、まあ、そういうのを結構聞いてます。あとはなんか書くときに iTunes であのラジオってあるじゃないですか。ラジオでカントリーとかいいっすよね。僕もよそいですよ。番組名は分かんないんですけど、なんかこういい感じのローカルっぽい匂いのするやつを、あ、それの聞きながら、まあ、ていうことですね。はい。まあ、なんかもうちょっと、締めっぽくなるんですけど、いや、締めっぽい話じゃないですか。締まるということで。逆に告知的なもんって、ありますか？それが、いつから5月の頭ぐらい、一応4頭ぐらい、はい、ですね。でも、できたらもうやっぱりグリードでもチェックは先にしといてほしいですね。で、もう一個告知、これですね。これは、どこで募金できますか？まあ、ここ、個展会場でもできますし、担当してる、あの番号さんとか、はい、いろんなところに、これを見つけたら募金、募金して東北にライブハウスを建てよう、建てようするできたフライヤーのクラシックとか書いてある、フライヤーの裏にクラシックとか書いてあるんで、これですね。あ、これですね。ちょっと、ね、かいつまみますと、宮古、大船と石巻の3つ、ね、ちゃんと具体的ですね、かなりね。もう場所も決まってて、信仰への気持ちを広げて少しでもつなげていくことが目的です。現場にいる仲間や関係者たちにもプロジェクトの実を伝え、多くの賛同を得ることができたので、協力し合い、復興の足がかりとして、そして復興後はバンドマンやミュージシャンに限らず、さまざまな表現者の活動の場として人と人をつないでいく拠点にしたいと考えていますということで、ちょっと途中から言っておりましたけど、こういうことです。音楽のカルチャーを探しちゃダメ。それが東北ライブハウス大作戦ということで。真面目に行きましたね。結構ビール飲みながらこの真面目トーク結構あってますね。熱い方向行っちゃう可能性あるんだけど、最終的に喧嘩になるんだから、ちょっとの認識が違うよね。どうじゃねえんだ。まあ、僕からの告知としては、とりあえずこのフリード、今日から、今日は4月8日スタートで、4月末までやってますので、まあ、絵を見てもらって、T シャツも T シャツ変えて、あとポスターとかも変えるんですよね。変えるやつデザインもあると思います。で、物販コーナーがこの横にありますんで、お土産として買ってもらって飲みで。そんな形で。そうです。またゆっくり飲みましょうか、したら。ということで、編集長、これで終わります。編集長、大丈夫そうですか？Thank you.
ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ来てください。来てください。お願いします。